小林義則、1953年8月31日体、は、日本の漫画家、評論家。吉林企画社長、合戦道場主催者、大東亜青年塾名誉塾長。血液型大型。福岡県筑紫郡大野町生まれ、福岡県福岡市出身。福岡大学人文学部フランス語学科卒業。1976年に、 ああ、勉強一直線を投稿しデビュー。東大一直線、おぼ、ちゃまくんなどのヒット作を持つ。1992年のゴーマニズム宣言以降、ギャグ路線だけでなく、政治思想路線や、時事ネタなどの社会評論的な活動も行うようになり、また2002年から帰還し、ワシズム責任編集長なども務める。 設定の矛盾を物ともしない展開と飛び抜けた発想を心情としている。これは細かい設定にこだわっていると結果として内容がつまらなくなるとの作者の考えのためであり、より良い設定を思いつけばあえて過去の設定は切り捨てるという。YouTuber でもあるが2021年9月1日にアカウント停止の措置を受ける。1953年に 母方の寺院で二人兄弟の長男として生まれる。父親は1927年生まれ。祖先は、土佐金納党を弾圧した土佐藩主の小林、伝七から続き、父は、元日本兵で、昭和20年に赤髪によって徴兵されて、沖縄県に行く予定だったが間に合わず、宮崎県で本土決戦に備えていた。小林の父は、昭和20年代に復員した後に、 公務員として就職した。労働組合に加入して、戦後期にマルクス主義者になっていた。父は昭和天皇をからかう天皇陛下のモノマネが隠し芸で戦後の真面目な貯金主義の人間だった。母親は終戦当時12歳だったと本人しかわからない家族の内容を本で記載されていることから母親の青年月日の可能性を正確に執行すると、 1932年の8月16日から1933年8月15日の間に生まれた昭和一桁世代の女性と推測される新婚衆寺院の娘。母方の曽祖,祖父は明治時代の日清戦争及び日露戦争に従軍したこの余兵だった。理想主義の共産主義を支持する父親と現実主義の仏教を支持する母親の思想対立があった。 1950年代以降に生まれた白毛世代の人物であるが、同じ世代の人物と違う得意な人物と自覚している。1990年代の平成初期に日本の差別問題を描いた本のゴーマニズム宣言差別論スペシャルの題材となった非差別ブラック民へのブラック差別問題を福岡の地域社会の中で見て育った。昭和先行期に周囲で発言していた大人や、 文化人を見て育った小林はその周囲の異常な感覚に日頃から違和感を持った。30歳頃には戦後の日本社会に違和感を持つ若手の漫画家となっていた。小林は戦後思想に真っ向から逆らってきた思想家として段階の世代とは異なる思想を持っている。逆噴射家族のアイドル歌手と女子プロレスラー両方志望の少女は妹がモデル。 漫画の内容で自分が30代になって愛する者が手術室に入っていった妻が婦人科系の病気で子供を出産できない体になったと自分の妻について語っていることから小林には子供が一人もいないが小林の妻は夫である小林と他の女性との男女関係の交際には寛容である。ただし子供がいない要因が健康上の理由の妻の不妊症以外に 他の要因として、金銭の都合上も理由になっている。幼少の頃からズダを患い、ひどい時は、気管が細くなり、腕立て伏せのポーズでないと息ができなかった。ガリガリに痩せており、あだ名は、もやし、骸骨、黄金バット。両親は、あんたは大人になるまでに死ぬんだからね。保険金もかけてあるんだからと言い,い、彼専用の離れ部屋を作るなど、 突き放した態度をとっていた。これは自立心を養うためであった。しかし、これは口実であり、当時たびたび父親が近所の人たちと麻雀をしていて、その騒音で小林が月光したために離れ部屋ができたとのことであった。夏休みなど長期の休みには地方で密教寺院の住職を務める祖父、篠原隆将の寺に預けられた。祖父は僧侶ながら、 女性関係もあったなど、破天荒な立ち振る舞いはあったものの、大東亜戦争中ニューギニア島へ派遣された際に、俳優の加藤大輔と共に、現地で昌平向けの慰問芝居を行い、これが後年、南の島に雪が降るとして映画化されたことを誇りに思っており、小林もその自慢話をよく聞かされた。 この寺で体験したことはその後、合戦を中心とする各所に影響を与えており、小林は自らのことを不動明王の生まれ変わりと称している。子供の頃は親の方針であまり物を買ってもらえず、小林の場合はその経験が物欲に対する執着心を弱めるに至ったと語る。長年にわたって自己保有の車を持たなかったのも、その影響による。 小学校半ばの頃は、まだ体も弱かったが、クラスから親しまれ、急長を務めていた。だが担任の男性教師が当時流行りのスパルタ教師で、男女問わず殴っていた。小林は、この担任から、ホームルームなどの学級行事進行を手厳しく、叩き込まれた。精神白弱気味で、豚鼻のクラスメートがおり、遠足の弁当の時間、同席させてもらえる仲間がいない時は、 彼と笑い合って一緒にいた。テレビ番組が子供文化にも入り込むと忍者舞台月光、宇宙大作戦などを視聴した。子供の頃の憧れの人物は宇宙家族ロビンソンのドクター・スミスだと語っている。中学生の時にクラスメイトと3人で手作りの漫画雑誌、気まぐれを制作。漫画家になるため受験勉強をしないで済む学校が最適であると判断して、 福岡市立福岡商業高等学校に在籍した。玉山、墓器、税務会計の授業がある地元の商売人の子が来る、高校だった。平岩で進学校にも合格したが、あえて商業高校へ入学した理由は、家から近い、暇なので漫画が描ける、学校の3分の2が女、勉強する奴がいないから、少し勉強すれば優等生だという。 商業関係の資格取得が卒業条件であったため、日商簿記検定2級及び多摩山3級の資格を1年次に取得して、後の高校生活はほぼギターを弾いて遊んで過ごしたとのこと。中学時代は坊主だった髪を伸ばすなど、しばしば生活指導の先生に叱られていた。同級生に海義弘がいた。高校卒業後の希望は上京して、 石森章太郎の弟子になり、漫画家修行をするつもりだった。しかし、担任教師に、大学へ行って本を読めと勧められ、福岡大学人文学部フランス語学科に入学。この時に受験勉強の準備に取り掛かったことが後に、東大一直線を描くきっかけになったと述べている。フランス語を専攻した同期は、大学へ進学するにしても自分には合わない。 小学部には進学したくなかったことや、当時ミッシェル・ポルナレフなどのフレンチポップスが流行っていたことから、フランス語でミッシェル・ポルナレフが歌えたら、かっこいいし、女にモテるだろうというものだった。フランス語学習の影響で、イロハニ、豊作の、フマンタレブや、チャマのカメたちの名前など、フランス語由来の名称、語句が多数出てくる。また、フランスに旅行した際、 日本語しか話せない日本人観光客を無視し続ける現地の女性店員にフランス語で話しかけたところ非常に懸念な目で見られたことがあるという大学時代左翼活動に若干ながら関わったことがあったしかし日々の左翼活動の中で勧誘活動で人々の反応が今一つだったり宗教活動の勧誘の方が支持者をより多く集めているなど 当時の左翼活動が、人々の支持を失っているという事実を目の当たりにし、違和感を募らせた結果、自分とは違う世界だと比較的早く気づき、左翼活動の仲間と他元を分かち、独自の世界を作るべく、その後は、今これをやっておかなきゃ後悔する気がすると、貧血になるほどに読書にのめり込んだり、アルバイトに精を出した。アルバイト先の喫茶店の常連客で、 相撲の話が好きなヤクザの幹部と話を合わせねばならず、相撲のうんちくを本で必死に勉強したこともあった。建設業のバイト先の先輩と車に同乗した際に並走している車に対し、おい、学生、文句言え、など無茶な命令をされたり、探し物が見つからなかったことを弁解したら、どこかにあるから探して来い。 とうと怒鳴られたり理不尽な扱いを受けつつも、巨弱体質ゆえに、肉体労働に向かず、解雇寸前になった時、アルバイト先の先輩たちが、いい奴だから雇い続けてくれ。その分は、俺たちがカバーすると雇い主に訴えたなどの逸話があり、その出来事の中で、仲間の優しさに触れたと同時に、自分の小ささを自覚せざるを得なかったと実感している。戦争論にでは女性にモテる。 大学時代の親友が小林が漫画家となりヒットした頃に小林と深夜の時間に超電話してまた会おうと言って切った後に自殺したと語っている。東大一直線の投稿から東大会進撃の終了までは東大一直線を参照。当時は福岡で執筆活動を行っていたが1982年に上京、品野町に住む。どうせなら 東京の真ん中に住もうと思ったが、どこが真ん中なのかわからず、ここがそうだろうと、東宮御所のすぐそばに今日構えたものの、生活に不便だったため、その後すぐ引っ越したという逸話がある。東大改進撃終了後、週刊ヤングジャンプ当時不可編集長の須波治から、どんな作品を描いても大丈夫と、太鼓板を押された小林は、ラブコメ等を軟弱化した若者に勝つを与える。 天罰研究会を連載開始。これが連載第1回から人気投票でグラビアページ以下の再開を記録する屈辱を味わう羽目になり打ち切りとなる。その後、集英者との専属契約を終了。当時の作品は、風雲は投げ野郎、メンパッチンなど。この頃、手塚治虫の手法として有名なスターシステムを小林も一時的に使っており、 その一例として、東大一直線のちょんまげ先生や、天罰研究会の主張の竜などが挙げられる。小林が一番何とかしてあげたいと思っていたのは、東大一直線の名脇役、多分多語作で、面パッチンの仇役のほか、主役とした読み切り、多分、ザジゴロなどを発表した。後に、多分を発展させたキャラで、ヤングジャンプに、読み切り、布抜け豊作伝を掲載。 さらに、週刊少年チャンピオンにて、イロハに、方作として、連載を行い、単行本にして、全球館と、東大一直線に次ぐ記録となる。方作終了と入れ替わりに1986年、月刊、コロコロコミックで連載された、おぼ、ちゃまくんが大ヒットとなり、これによって、小林自身も、大ブレイクする。コロコロ編集部は、おぼ、 チャマ小以外の小林の漫画も求め、田舎を調査の同時連載、旧世主楽教のリメイク、前日の、豊作の、コロコロにおける再録などが行われた。なお、小林は、旧世主楽教のリメイクについては、ちょっとひねりが入りすぎてて、今一つ小さな子供にはピンとこなかったみたいやね、と、高漫画大辞典で語っている。おぼ、くんは、1989年に、 第34回小学館漫画賞を受賞。受賞式での審査員に、陰出で皮肉めいた、批判発言をされたことに対して激怒した小林は、こんな下品な漫画に賞をくれた、審査員の度胸に感謝しますと、痛烈な皮肉を込めたコメントで反撃し、翌年以降の審査員が刷新される事態にまで発展。この天末は当時、宝島に連載していた、おこっちゃまくんで描かれた。 これが後に自身の漫画作品の作風を180度転換させる主因となった。その頃より時事論評を展開しつつ漫画による時事論評という新しい手法が注目された。1992年にこれまでの小林の作品スタイルを180度転換して書き上げた第三のヒット作ゴーマニズム宣言を SPA 市場で連載。 そこから続く思想関連書でワシズムを創刊。2006年ストーリーギャグ漫画として遅咲きじじイをビッグコミックにて連載開始。これは小林の目の病気以降の心境の変化が大きいとされる。2009年5月 CR パチンコおぼっちゃまくんを経楽落産業から発売。ありがとうございます。